今日の練習メニューは、メイン頑張るところやな。あ、でもキックもちょっと頑張るところか。プルはそんな頑張らなくていいかな。第5位は、全部全力でやらないですね。はい。一見ね、練習2時間あって、全部全力でやった方が、なんかトップ選手になれそうとか、早くなれそうっていう気がするんですけども、まあトップ選手は基本的に、まあちゃんとね、抜くところは抜いて、頑張るところだけ頑張るっていう練習方法をやってますし、まあ200メートル10本とかいう練習で、最初から最後までずっとなるべく同じタイムで泳ぎ続けるっていう練習なのにもかかわらず、1本目から全力で行って、で2本目からタイム落ちていっても意味がないんで、まあちゃんとね、練習に従って、まあやるべき練習に従った練習をするために、まあ1本目から全部全力ですとか、まあ、キックもプルもスイムも全部全力でやってますってことはあんまりないですね。特に、まあ年齢が上になってくればくるほど、まあ全部全力ってのは不可能なんで、まあ小学生とかはね、結構ね、全部キックもプルも、スイムも全部全力でやってますって言うと、まあたまに見かけますけども、まあトップ選手の年齢が上の選手ほどそういったことはしない風になってきております。ちょっとフォーム崩れてきた。うん。ちょっとフォーム考え直そう。第4位は、フォームを最優先ですね。はい。まあ、どんだけフォーム崩れても、もうとにかく早く泳げればいいというか、とにかく体を全力全開で動き続けるんだ、みたいな思考で練習してる選手は、まあ、トップ選手いませんね。とにかく水泳というものは、フォームによって生まれる水の抵抗、これをなるべく少なくするっていうのが一番大事なんで、まあ、最後のラストの100メートルとか、400メートル泳ぐ時のラストの100メートルとか、そういったところで、よし、最後だ、全力で全開で泳ぐぜ、キックブワーン、手ブワーンみたいな風に泳ぐ選手もたまにいますけども、まあ、トップ選手ほどそういった最後の局面、全力で泳ぐっていう局面において一番最新の注意を払ってるのはフォームです。はい。まあ最後の最後っていうのは疲れも溜まってますし、体を大きく早く動かそうとすればするほど、どんどん水の抵抗が大きくなっちゃうので、はい、そういった局面ほどなるべくフォームを注意するっていう傾向にありますね、速い選手は。今日のメイン何？ 100m8 本、サークル1分20秒か。1分3秒ぐらいで揃えようかな。第3位は、練習前に何秒で泳ぐか決めるですね。はい。まあ、大体練習ね、まあ50メートル10本とか、そういった練習の時に、よし、じゃあ1本目から全力で行こう、何秒で行くかわからんけど、とりあえず全力で行こうっていう考え方で練習する選手はあんまりいませんね。はい。まあトップ選手ほど、まあ1本目何秒で行って、2本目何秒で行って、いや、トータルのアベレージは何秒で行きますっていう風に、練習が始まる前、このメインの練習、今日はこれしますって聞いた瞬間に、あ、じゃあこのタイムで行こうかなっていう風に計算して練習をしています。これなんでかというと、まあ例えば自分の目標のレース、まあ200メートル泳ぐ選手だったとして、まあ、200メートル泳ぎたい、このこういうタイムで泳ぎたい、途中ラップはこういうタイムで泳ぎたいっていうのが頭の中にあるんで、じゃあそのタイムで行くためにはこの練習はこういうタイムで行くべきだなっていうのが頭の中にしっかりと描けてますので、速い選手は、はい、練習メニューを聞いた瞬間に、あ、こういう練習はこういったタイムで行こうっていうのがしっかり頭の中で自分一人で考えることができます。はい。こういったことができる水泳選手はやっぱりタイム乗りますね。はい。とにかく全力で全開でっていう練習もあるんですが、とにかくね、そういった全開の練習でも最低何秒では来たいみたいなことはしっかりと頭の中に思い描くべきですね。今日の練習メニュー何ですか？あ、なるほど。あ、400メートルのための練習ですか？わかりました。第2位は、何のための練習か理解するですね。これが非常に大事ですね。はい。まあ、1本目から超全力で行って、2本目も耐えていくっていう、そういった練習もありますし、逆にね、1本目からそんな全力で行かずに最後まで揃え続けるっていう練習もありますし、まあ、もっと言うと、これは400メートルを早く泳ぐためのレースペースの練習ですとか、
あとはこれはもう泳ぎ込みで EL1 ぐらいの強度でずっと最後まで行く練習だよっていうのもありますし、そういった練習をね、まあコーチに言われて、あ、コーチはこういう意図でこういう練習を組んでるんだっていうのがしっかりと話聞いてね、理解できる選手っていうのは、やっぱ早い選手ですね。はい。とにかくもうなんかわからんけど、コーチに言われたことようわからんけど、とにかくやるんだみたいな。もうなんか内容わからんけど、とにかく泳いでますみたいな練習が一番意味ないんで、はい。そういった練習をせずに、ちゃんと頭の中で理解できるっていうのは大事ですね。コーチ、ちょっと肩痛いです。番外編は、やばい時はやばいって言うですね。はい。これは非常に大事です。はい。やっぱりトップ選手でも、ちょっと今日やばいなって日あります。はい。体から肩やばい、痛いみたいな時あります。そういう時に、いや、痛いけど、まあ、泳ごうっつって泳ぐと悪化します。はい。そういった時やっぱあるので、トップ選手でも体がやばい時、不調の時は、しっかりコーチに言って、ちょっとコーチ、ちょっと、肩痛いっす。ちょっとなんかわからんけど、タイム遅いんすよ。っていう、そういったことはしっかりコーチに伝えると、コーチも、あ、なるほどと。フォーム、こういうところがこうなってるから多分お前遅いんだよとか、まあそういった原因の解明っていうのはコーチと一緒にしっかりとやっていったり、肩が痛いんだったらちょっと上がって、違うトレーニングしようかっていうふうになりますので、まあこれから長い目で見ていきますと、そういったこともしっかりと言える選手っていうのは強いですね。いや、俺100メートル泳ぐときは、まあ、浮き上がりドルフィンキック5回で上がってきて、ストローク数15回で回って、でターン後ドルフィンキック3回で、そこからストローク数16、その繰り返しかな。第1位はストロークの数を数えるですね。これ本当にやってない選手多いね。はい。まあ、トップ選手でこれやってない人見たことないですね。はい。まあ、ストローク数もそうですけども、ストローク数であったり、だいたい早く泳ぐとき、50メートル全開で泳ぐときのストローク数とか、100メートルの後半のストローク数とか、400メートル泳ぐときのストローク数とか、そういった自分のスピードごとのストローク数であったりですね、まあ、浮き上がりのためのドルフィンキックの回数、飛び込んでからドルフィンキック何回すれば上がってこれるとか、ターン後ドルフィンキックは何回打つとか、そういった数をしっかりね、数えてる選手、これ本当にね、大事です。はい。これやってない選手があまりにも多いですね。はい。トップ選手でこれやってない人本当に多いです。いませんし、本当に小学生、中学生でもやってる人はやってますので、はい。これは絶対にやってほしいですね。これが分かればね、あ、今日なんかストローク数1回多いなとか、今日いつもよりドルフィンキックの回数なんか1個増えちゃうな、みたいな。そういうのが分かると自分の不調とかも分かりやすいんで、本当にこれやってください。はい、今回以上です。今日はトップ選手は絶対にやってることでございました。はい。まあ本当にね、今日言ったことは本当に共通して全員やってますんで、これできてないなと思った人は絶対にやってください。お願いします。はい。では今回以上。